スカイミュージックツアーズ、この番組は旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りします。2016年9月20日火曜日、時計の針は午後3時を回りました。スカイミュージックツアーズ、テーマは空、音楽、旅など、素敵な音楽とともにお楽しみください。さあ、敬老の日、皆さん昨日どのように過ごされましたでしょうか。シルバーウィークと言われて、3連休をお過ごしになられた皆さんも多かったと思います。まあ、現在台風の接近で、台風16号が現在再上陸、本島日本列島を、ただいま、ずっと北上しているという状況なんですけれども、多くの、ね、地域でたくさんの被害が、起きているようです。本当にね、1日でも1時間でも早くこの台風がね、通過してくれることを願うばかりです。今年は沖縄県は本当に台風の通過が一つもなく、逆に沖縄の海水は少しね、水温が上がって、サンゴなどにかなりの影響が出ているようです。しかし本土の方ではほぼ 100% の確率で、台風が直撃という地域がほとんどで、多くの農産物、ね、またあちらこちらで冠水などが起きて、さまざまな本当に多くの皆さんにね、被害を及ぼしているようです。さあ、シルバーウィークは皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。ここね、沖縄県にも多くの観光客の皆さんが訪れたようですが、逆に沖縄からも本土の方に旅行に行かれている皆さんいらっしゃったのではないでしょうか。またね、おじいちゃんやおばあちゃんに会いに本土の方に帰られたという皆さんも、またね、本土の方から沖縄県の方に帰ってこられた皆さんもいらっしゃったと思います。こういった形でシルバーウィーク、ね、本当に、こうやって敬老の日を、まあ、こうやってお休みにすることによって、またね、連休をもう本当に取ることで、おじいちゃんやおばあちゃんにとてもね、会いやすい環境になったのではないでしょうか。プレゼントを届けるよりも、まずはね、子どもたち、子や孫の顔を見せるというのが一番の孝行になるのかもしれません。さあ、スカイミュージックツアーでは、皆さんに旅の思い出、またですね、この、今ちょうど旬の音楽などをお届けしていくんですけれども、さあ皆さん、9月、今からいよいよ秋の美味しい、ね、本当に食べ物がたくさんと出回る時期となりました。いろんなところに行くことによって、秋の本当にね、食べ物を目からも、そして、味も
味わえる、そんな本当にひとときをお過ごしいただけるのではないでしょうか。今年の皆さんの秋のご旅行の予定はいかがでしょうか。やはりね、秋の旅行行きたいところ皆さんたくさんあるんじゃないかと思いますけれども、私はやはり行きたいところといえば京都、それからですね、金沢の方も行きたいですね。さまざまな地域で秋の、本当に風物詩、またね、見るものも食べるものも楽しい時期となってきますけれども、今日皆さんにね、ご紹介したいなと思うのは駅弁のお話、ご紹介したいと思います。日本の駅弁、ちょうど昨日ですね、テレビで駅弁の特集が行われてまして、さあ皆さん、駅弁、ね、沖縄では空弁というものがとても有名になりましたが、この駅弁というもの、皆さんね、いつ頃からどこで始まったのか気になったことありますか。私もね、改めて聞くとすごくねびっくりしたんですけれども、中にはね、この駅弁評論家という方がいらっしゃるんですよね。全国の駅弁を合わせてみると全部で約4500種類もあるそうなんです。日本の駅弁の起源は、まず最初1885年に東北新幹線、こちらの開通によって、その頃ね、日光に紅葉などを見に出かけられる方がとても多く、東京から宇都宮の方に行かれる、まあ、便が朝から出てちょうど宇都宮あたりにがお昼になるということで、宇都宮駅でお腹が空いて、ね、食べるもの、その当時というのは1885年頃の当時というのは、家からお昼ご飯をね、お家で作って、まあ、例えばおにぎりとかこういったものをね作って、持ち歩いていたそうなんですけれども、まあ、この頃この宇都宮駅で、多くの声が寄せられたことによって、初めて宇都宮駅で握り飯2個とたくあんを竹の皮に包んだものを発売したものが最初と言われているそうです。さあ、この内容が本当にね、一番最初の駅弁の発祥の地というふうに言われているのが、栃木県の宇都宮駅なんだそうです。すごいですよね。こういう、まあ、本当に調べてみると、もう本当にさまざまな、こういう歴史が、この駅弁にもぎゅっと詰まってるわけなんですよね。そして現在のような折り詰めに入った駅弁は、1890年、姫路駅で招き食品というものが発売したものが最初と言われているそうです。さあ、このね、一番最初に姫路駅で発売されたものを、まあ、駅弁の元祖というふうに、まあ、言われているそうです。駅弁の発祥自体は宇都宮駅で売り出されたものの、まあ、これ自体がおにぎり、ね、握り飯2個を竹の皮で包んだものだったと、まあ、逆に折り箱に入った幕の内風で、その後の駅弁の形を作り出したのは姫路の駅弁が元祖となっているそうです。まあ、面白いですよね。こうやって振り返ってみると、こういう、一つ一つその地域によって歴史があるというものが分かります。このね、駅弁をいろいろとさまざま調べられて本を出されている方々から聞くと、全国各地域にあるこの約4500種類ものの駅弁、これはその土地のものが一つのお弁当箱にぎゅっと詰まっていて、1000円近くの値段でこんなにね、歴史や、そしてその土地のまたね、美味しい伝統的な味わえるというものは安いのような気がすると、1000円でこういったね、この地域のものが味わえる、そういうものを食べ歩いてみるのも面白い旅になるのではないでしょうか、ということで伝えられておりましたね。ちなみに発売当時の駅弁の中身は、タイの塩焼き、伊達巻き、焼きかまぼこ、だし巻き卵、大豆の昆布の煮付け、栗きんとん、ごぼうの煮付け、こういったね、ものに黒ごまを振った白飯などの二段重ねの、折り箱の入れ物に入って売られていたそうです。すごいですよね。皆さん、ぜひ、旅の思い出、皆さんの旅の思い出がありましたら、ぜひメールの方もお寄せいただきたいと思います。それでは、当機は間もなく旧読谷飛行場を離陸いたします。本日は FM 読谷航空という電波の飛行機にご搭乗いただき、誠にありがとうございます。本日1時間の旅のお供をさせていただきますのは、客室乗務員の金城玲子でございます。皆様の旅がより一層楽しく思い出深いものになりますようご案内させていただきます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。
また皆様に番組をお楽しみいただくため、携帯の電源はマナーモードに設定ください。またユーストリームにてご覧いただく場合は電源をお切りにならず、 FM 読谷のホームページを検索の上ご視聴ください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたします。秋の時期、皆さんに、お届けしたい曲です。谷村新司さん、三都物語。まもなくシナジスクエアに着陸いたします。お手元のイヤホンでは着陸後も 78.6 チャンネルにて放送いたしますのでご安心くださいませ。
時刻は3時17分になっています。さてここからは大和にあります読谷のニュースポットシナジースクエアのコーナーをお届けしてまいります。ゲストの方にご案内いただき、より一層旅にエッセンスを加えながらお届けしてまいります。さあこの時間はツアーコンダクターのこの方にご案内いただきましょう。はい、皆さんこんにちは。 SKS スカイ観光サービスの中島でございます。どうもお世話になっております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いらっしゃいませ、シナジースクエアへということでですね、今日も、各店舗さんご案内してまいりたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。さて、はい、今日はですね、はい、シナジースクエアの、一番南側なんですかね、はい、モスバーガーさんですね。モスバーガーに行ったらですね、この名物店長の伊波店長にお越しいただいております。どうもこんにちは。こんにちは。はい、さあ読谷の皆さんモスバーガー店長です。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも爽やかな笑顔で ね。はい、ありがとうございます。本当に多分伊波さんに会いに来られる方も増えたんじゃないですか。多いんじゃないですか。ファン多いですね、きっとね。はい、そう思っておりますいいことですよね。はい、いやでもね、本当に読谷の皆さんがとても利用しやすくなったんじゃないかと思うんですけれども ね。はい、ね。さあ中島さん、今日は、はいはい、モスバーガーはどんな。そうですね、はい、今日はあの朝の3時から起きてですね嘘、あのいや伊波店長がですね、伊波店長が3時に起きたということでですね、朝からあのお店をきれいに頑張ってらっしゃるっていうね、もうこのあの店長の鏡ですね、本当にね。もう僕聞いててあのもう素晴らしいなと思いましたですねまずあのこれはラジオで絶対に言っておかなければと思いまして、うん、はい、ね、聞きたい、うん、3時に起きたっていうのはこれ意図的にやってるんですか。いや違います、たまたま3時に起きました3時に起きたのでこれはお店をきれいにしなきゃと思い衝動に駆られ。素晴らしいですね本当にもうそこでね、こうまた寝ようってじゃなくてね、うん、3時に起きてお店をきれいにしなきゃっていうね、この心構えね、もう素敵ですね本当にね。ありがとうございます。頭が下がります本当に、はい、なんかでも本当にモスバーガーさんのお店が大好きなんですね。大好きです、ね、はい、素敵、この読谷もとっても大好きなので、お店に入る前に僕、うん、実は一礼して入ります。素晴らし い, らしい朝誰もいないところに、はい、一礼して。お、素晴らしいですね。鏡ですね。これはもう沖縄県内でトップになってほしいですね。なりますよ。なります。なりますよね。いきます。でもやっぱりこの志ですよね、うん、大事なのは一番。本当ですね、基本というかね、うん、はい、今日はどれぐらい時間かけてお掃除されたんですか。あ、でもオープンが7時なので、うん、もう2時間ぐらい夢中になってて、やっててオープン準備みたいな感じで慌ててオープンしましたすごいですね。素晴らしい、はい。通常お掃除っていうのはどのような形でされてるんですか。業務しながらのメンテナンスなので、うん、はい、なかなか行き届かない、フライヤー油の上だったり、うんうんうん、鉄板の上だったりが、はい、なかなか、あ、油がね、そうなんですよ、飛びますもんね、結構ね、はい、クローズしてないとなかなかできない部分があるの で、うん、でね、はい、特にドライブスルーとかでね、はい、もうお店の中だけじゃなくてね、ドライブスルーの利用の方も多いでしょうからね。そうなんですよ、すごいです すごいですね、はい、本当にモスバーガーさんでぜひ皆さんピカピカの、はい、常にピカピカのお店の方に、ね、立ち寄って、でも行く側も楽しみですもんね。そうですね、うん、もうこれだけ心を込めてですね、はい、掃除をしてくれたら絶対お客さんにもね、はい、伝わりますから。伝わりますね。伝わってますか、はい、伝わってるよ、はい、伝わってるよってことですね、はい、じゃあ今日はそんな、はい、そんなピカピカの、はい、うん、店長さんから、はい、はい、新商品のご案内ですね。はい、前のもうあの一番手になったバーガーは、はい、バーベキューモスバーガー期間限定だったんです。期間限定でもう終了いたしました、はい、残念って。その代わりにと言いますか、はい、新商品が出たんですね、はい、出ました。とジャジャ味噌チキンバーガーシャキシャキネギのせでございます、ともう一つ、はい、パリッパリレンコンチキンバーガー甘辛ダレでございます。やだ、美味しそう聞いただけですごいですね本当に。ではちょっとシャキシャキ、うん、はい、ジャジャ味噌チキンバーガーの説明からさせていただきます。こちらは岩手の、名産の、はい、盛岡三大麺の一つであるジャジャ味噌、うん、その味をアレンジしてハンバーガーにした商品でございます。で具材がひき肉だったり玉ねぎ、干し椎茸などさまざまな具材が入った奥深い肉味噌がジューシーなチキンと合う商品でございます。
美味しそう。かなり手が込んでますね、さすがモスバーガー。本当、はいはい、でもなんかちょっと沖縄ではまず味わえないような感じですね。そうそう、なんですよ、うん、ね、そうです。こちらはもう岩手でしか食べれない。岩手、はい、岩手県の、まあ、いわばご当地バーガー。ご当地バーガーですね、うん、すごい。ご当地バーガーを食べれるなんて珍しいですよね。そうです、そうです、うん、沖縄では食べれないですね、おまけに岩手県なんて行ったことがない人たちはみんな ね、 ねこれ食べて行った気持ちに。そうですね、行った気持ちになってほしいですね、ぜひね。 でもまたなんで、でもね、これは後から教えていただいた方がいいのかな、なんでこのご当地バーガーっていうのを ね、 ね、あともう一つ商品ついてからの、はい、そうですね、もう一個あるんですよね。もう一つがパリパリレンコンチキンバーガーで、こちら徳島、はい、徳島、はい、でお店で揚げたレンコンチップス、人参、ごぼう、ふなしめじなどたくさんの野菜をトッピングしたチキンバーガーでございます。美味しそう。これもね、パリパリレンコン。そうですね、レンコン、レンコンってね、うん、渋いですね。美味しいもんね。美味しいですよね。はい、ね、でもね、沖縄ってなかなか水煮は多くてもね、生のレンコンをそんなに調理して食べる空襲じゃない分、逆に新鮮。新鮮ですね。岩店長、どっちが好きですか？僕はですね、うん、個人的にジャジャ味噌チキンバーガーなんですけど、うん、これに高齢グス、僕自分で買ってちょっと高齢グスかけて食べたらピリ辛のハンバーガーになるので、でこれをちょっとお店で、お客様に提供しようって考えている段階です。あるトッピングで、あ、トッピングで、トッピングで高齢グスも添え付けでちょっとやろうかなって思ってます。新しいので、またここのシナジー店でしか味わえない。そうそうです、ね、そうです。高齢グス好きな人はたまりませんね。たまんないですね。まだまだちゃんとメニューっていうか、その準備はできてないんですけど、はいはいはい、できたらやっていきます。すごい楽しみ。そうですね、だったら、うん、お客さんお持ち帰りいただいた時にね、はい、高齢グス家にあったらね、そうです、そうです、やってもらったらね、でおしゃれですよと言ってもらったら、はい、これトッピングのメニューに入る可能性ある。どうでしょうそこは。ね、はい、ね、はい、でもなんか読みたんだけってよっていう噂が流れると、ね、買いに来る人が増えそうな。そうですね、そうですね、来てほしいですね、ね、でもこういうね、はい、なんか普通にないハンバーガーを期間限定で味わえるって、はい、なぜこういう企画というか、あ、これはもう毎年変わってくるんですよ、そうなんですか。毎年毎年そういうこの時期は地域密着キャンペーンということで変わっていきますね。そうですね、全国展開ですよね、これ。徳島のバーガーっていうのは全国のモスバーガーさんで売ってるってことですね。そうです。うーん、楽しみ、ね、今年はじゃあ選ばれたのが徳島と岩手県。そうですね、すごい。全国でなんかこういうのがなんかあるんですか？そうですよ、選手権みたいな感じで、で沖縄でもちょっと提案したんですけれども、はい、この高齢グスとこの三枚肉のライスバーガーみたいな感じを提案したんですけども、残念ながら、はい、選ばれなかったですね。そうなんだ、ね、でも ね、 ね、合いそうですけどね。角煮と、ね、角煮とご飯と、そうです、そうです、ね、ね、合いますよね、きっとね。ダメだったんですね。ダメでしたね。残念、はい、ね、うん、ぜひシナジー店限定で何かできたらいいですけど ね、 ね。 あともう一ついいですか、はい、いいです。モスバーガーがですね、はい、沖縄に来まして、はい、40年になるんですね、今年で。40年、すごい。で、来月の10月のちょっと半ばから、はいはい、この40周年沖縄限定ハンバーガー琉球クラシックっていう商品が販売になります、うん、なんか素敵な名前、ね、琉球クラシック。どんな名前、はい、どんな内容ですか？こちらは、もうベーコンが最高っていうのだけ教えておきます。ベーコンが最高。まだ言えないんだ、はい、じゃあベーコンが最高。ベーコンが多分すごく特徴ある、はい、特注かなんかのベーコン、なんか上等なベーコン、はい、使ってるわけですね。燻製度が高いとか、いいね、厚切りの、はい、楽しみに。これは10月4日から、はい、10月4日、はい、はい、そうですね。じゃあ今の時期は新商品の2種類を、はい、そして10月からは、今度は40、うん、この40周年バーガーは期間限定ですか？はい、期間限定です。じゃあ絶対食べないとダメですね。そうですね、うん、また各中学校から、ね、特注していただきたいと思います、ね、各中学校から40個ぐらいの、40個ずつお願いします。最近どうですか、来ない？最近はなかなか来ないですね。あら、お願いしますよ。読み中、フル中の皆さん、はい、ぜひね、部活の
会の子どもたちでも ね、ぜひ差し入れしていただければと思いますけどね。お願いします、はい、ね、本当にもう本当にこう月替わりでも新しくこうやって商品が出るっていうのは素晴らしいことだと思うんですけども、ね、まあ、でもね、今回こういう新しい企画がまたあるっていうのはすごいですね、はい、うん、楽しみ、楽しみです、 ですね、はいはい、でもね、ぜひなかなか味わえることができない徳島県産の、このご当地バーガーと岩手県のご当地バーガーをぜひ皆さん召し上がっていただきたいと思いますね。そうですね、またこれがまた沖縄のね、はい、八重店長のところがね売り上げナンバーワンになればいいですね。そうですね、本当ですよ、みんなで1位にしよう。そうですね、1位にしましょう。しましょう。ね、ぜひシナジースクエアの読谷店の方ぜひよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ありがとうございます。あと店長何か。はい、では最後に、はい、また読谷を、日本を元気にしていきますので、モスバーガー読谷店に皆さんお越しくださいませ。お願いします。ありがとうございます。元気が良くて大好き。元気がいいですね、本当に。もう ねはい、じゃあ今日、ね、お届けしましたのは、今日はね、シナジースクエア読谷、モスバーガー読谷店の、伊波店長の方から、新商品2種類ということで、はい、本当にパリパリレンコンチキンバーガージャジャ味噌って合ってますよ。シャキシャキジャジャ味噌、シャキシャキ、はい、シャキシャキジャジャ味噌、ネギのジャジャ味噌チキンバーガーです、はい、チキンバーガーですね。そして10月4日から40周年、はい、琉球クラシック沖縄限定バージョンということで、ぜひ、はい、この後もモスバーガーに立ち寄ってくださいね。寄ってくださいね。営業時間は7時から、夜の朝の7時から夜の12時まででございます。はい、ぜひ皆さん、ぜひモスバーガー利用してくださいね。お立ち寄りくださいませ。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。時刻は3時31分になっています。 SKS スカイ観光サービスの提供でお送りしております、スカイミュージックツアーズ。さあ、このコーナーからも添乗員のこの方からご紹介いただきましょう。はい、 SKS スカイ観光サービスの中島でございます。はい、はい、中島さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。引き続き今日も回っておりますけども、うん、はい、次はですね、シナジースクエアの、まあ、一番北側の2階にあります、
カエプロジェクトさんの伊豆名カエ先生にお越しいただいております。こんにちは、カエ先生。こんにちは、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生はこの前中継の時はお疲れ様でした。いえいえ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。はい、子供たちの元気な声とパワーで私たちも元気にもらいました。本当ですね、はい、なんか夏休みのね本当に最後ということで、うん、子供たちもでもまだまだエネルギーが余ってね、うん、楽しかったですよね。いい機会でした。ありがとうございました、はいはいね、ぜひ本当にまた録画の方もね、FM 読み田のホームページに、貼り付けております。 YouTube の方でもご覧いただけますのでぜひご覧になられてください。はい、ご覧ください。はい、それでは先生今日、はい、先生今日は恥ずかしそう。カエさんって言ってもらって、はい、お願いします。カエさん、はい、今日は、はい、この3つのですね、はい、料理教室が、はい、来月カエさんのところで、行うという開催されるということですね、はいはい、ありがとうございます。この、まあ、私もさっき打ち合わせで見させてもらいましたけども、はい、すごいね、うん、内容がですね、いいなと思うものがありましてですね、説明していただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、日時を追っていった方がいいですね。はい、まずはこの3つですね、近い方からいきましょうか。はい、はい、カエプロジェクトでは料理教室を主にやってるんですけど、その中で、メディカルクッキング、琉球料理、ヘルシー&ビューティーというふうに、ちょっとカリキュラムを分けて、はい、しかも1日レッスン、ワンデーレッスンということで、今日はそれをご紹介しに参りました、はい、まず、メディカルレッスン月に1回、第2日曜日の午前中11時からスタートしてるんですけれども、はい、10月は腎臓病食をテーマに、はい、はい、やります。腎臓病食っていうと、実は沖縄県腎臓病の方が人口比にすると全国でもワンツークラスぐらい、はあ、そうなんですね。そのぐらい腎臓を患ってる方がいらっしゃるんですね。で、若干食事のやり方っていうのがおそらく少し難しく感じていらっしゃる方も多いんではないかと思うので、このクラスは普通のお料理教室ということだけではなくて、どうやったら腎臓を守れるのかとか、腎臓が苦手なものはどんなものとかですね、少し講話を30分最初にやって、それから実習をしています。はい、はい、それが10月の9日日曜日11時からです。11時から、はい、うん、はい、続いていいんですか。これは大丈夫ですね、はい、じゃあ続けていきましょうか。はい、はい、じゃあ続けてお願いします。次、はい、次の週の、今度も日曜日なんですが、10月16日日曜日、こちらも11時から、これは琉球料理、うん、ワンデーレッスン、うん、1日だけの琉球料理、基本のウチナー料理を学んでみませんかということで、皆さんご家庭でそれぞれやってらっしゃると思うんですけど、うん、はい、少し本格的にというか基本を学びながら、ちょっと歴史に触れながら、うん、琉球の料理を学んでいただきましょうというクラスになっています。うん、10月16日こちら日曜日です。はい、はい、いいです ね、 ね、なんか我流でやってる方はほとんどだと思うんですけども、でも改めて、うん、じゃあ今度ねお嫁さんが来たから、お嫁さんが教えてくださいって言って、うん、お嫁さんに教えようと思っても、って、ね、なる方って意外といらっしゃると思うので、うん、だと思います ね、今沖縄の食クラスって言って、私琉球料理やってるクラスがあるんですけど、はい、男性の方がいらっしゃってるんですけど、はい、なぜこのクラス選ばれたんですかって言ったら、琉球料理を、うん、学びとして学んだことがないって、おばあちゃんお母さん家庭の中で習うことあったんだけど、はい、こう授業として習ったことがないので、うん、基本からの学びたいって言われていらしている方いるんですけどね、あ、確かに琉球料理って中学の家庭科でも高校の家庭科でもそんなに習ってた記憶ないですよね。なので、あ、すごい、それも、あ、いいことですね、よくいいこと気がつきましたねって言って話してるんですけど、男性の方がね、すごいですよね。すごい、沖縄の料理ってこうやっぱり沖縄に興味があって、まあ、それも料理もその中の一部だから、そうちゃんと習ったことがないからっておっしゃって、本当に沖縄のことを大好きなんだなって思って一緒に今
ね、授業してます。すっごい嬉しいです、ね、やっぱりそういう方って目がキラキラしてますよね、うんうん、そうなんですよ、ね、だから先生の話もね多分真剣に熱くなるからね、そうなんですよね、うん、手元も多分ねすごいしっかり見てると思いますね、うんうん、でも楽しんでると思います、うん、はい、そういう方がね一人でもどんどん増えていただくと、うん、ね、沖縄の伝統食が本当ですよ、ね、そうなんですよ、本当、ね、そう思います、うん、沖縄の食材がちゃんと使われるので、うん、そこが守られて、うん、そうですよね、生産者も守られて、はい、みんないろんな料理って相乗効果があるので、はい、そうなるといいなと思いながらやってます、うん、そうですね、はい、今の子供たちが実際にね、うん、親世代になった時に、うん、じゃあ作れるのかなって思ったら ね、やっぱりしっかりここで耐えないように受け継いでおかないといけないですよね、はいはい、先生から見てどうですか、はい、今の子供たちって、ね、子供たちの方が、うん、今は文科省の方でも地産地消とか、うん、地域の伝統料理とかっていうのを給食にも出ていますし、はい、守られているんですね、うん、で今の20代から40代ぐらいの人たちの方がむしろ作れないし食べたことないし料理名もわからないし、ましてや方言で言えないっていうのが私はそう感じてますね、うん、そうですよね、うん、またね、うん、おばあちゃんのところに行ったら全部用意されてて、うん、行くだけだったりとかするじゃないですか、食べるだけって、ね、食べるだけって、うん、で各家庭の家庭になってるから、そうですね、昔はおばあちゃんが作るのも見たり聞いたりしながらやってたのが、うん、今はそういう機会もなかなか各家族になってないので、うん、学ぶ機会は少ないでしょうね、うん、はい、先生から見て今20代からこう40代の方 の沖縄の、ね、皆さんの家庭料理ってどんな家庭か、洋食じゃないですか、やっぱ洋食は並んでるんですかね、ファストフードとかさっきのモス、ね、なんか週末じゃないですか、週末は必ずね、そういうファーストフードとかね、うん、よく聞きますよね、それとかバーベキュー的な焼肉的ながやっぱ好きじゃないですか、沖縄の人ってアメリカ食が、ね、やっぱりこう根付いてますから ね、うん、子供たちの、ね、味覚もだん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 こうやっぱ洋食化してきてますよね、確かにね、そう思いますね、うん、だからこそ先生ね本当に必要な存在だと思います私、ね、頑張ります本当に、ね、はい、そしてまた本当にね今のような琉球料理をしっかりね、はい、このまず1日だけでも体験していただいて、はい、学んでいただいて、また深さをね、うん、本当にこの琉球料理の深さを感動すると思います、そうですよね、はい、さあいろいろと本当に、ね、いろんな教室があるということですけども、はい、もう一つ、はい、もう一回ありますね、うちの若い講師上原香織が、はい、担当してます、はい、ヘルシー&ビューティーのクラスで、はい、これは、10月20日木曜日、はい、こちらは夜のレッスンです、うん、19時30分から午後7時30分から、開催いたします、1日限りのヘルシー&ビューティーのレッスンです、うん、はい、先生ヘルシーって、ね、ね、どんな料理なんですか、ね、うん、料理は、うん、お魚を使った餃子、あら、うん、はい、ヘルシーですね、そう、うん、でもみんな言わないとわからないんですよ、お魚使ってる、お魚使ってるって、うん、そうなんですか、うん、でこの間 のシナジーキッズでもこれやったんですけど、うん、はいはい、沖縄っていっぱいお魚が取れるんですけど、うん、実は消費されていなくて、で水揚げ量は全国1位2位っていうのもあるんですよ、はい、マグロとかソデイカ、はい、モズクに関しては全国1位2位の水揚げ量、うん、でも消費量は47位なんですよ、そうなの、もう水揚げが一番なのに、そう、どこに行ってるのっていう話ですよね、もったいないなっていうのがある、地産地消なんかが出てますけど、ウミンチュがたくさんこういっぱい海の恵みを取ってきても沖縄でわあ美味しい食べたい、どうやって料理しようかしらっていう人は少ないっていうのがすごく残念ですよね、読谷なんかもそうじゃないですか、富谷漁港でいっぱいのお魚が取れるんですけど、うん、はい、消費してるのは本当にわずかだと思います、どこに行くんですかねそのお魚、ね、県外に行ったりいろんなものの餌や肥料になったりとか、まあ、捨てることはないんですけど、はい、もっともっと沖縄の人に、うん、食べていただきたいっていう食材の一つですよね、はい、そうなんですね、それを餃子にします、あ、もう楽しみ、はい、で、はい、サラダとスープっていうカジュアルなカフェメニュー、はい、ワンプレートでできるようなカフェメニュー、はい、ですけど、私も上原も管理栄養士として、うん、体にいい
食事が美味しい料理が提案したいっていうのがモットーですので、はい、ヘルシーでビューティーでっていうのを忘れずにメニューの考案をしています。はい、はい、もうねすごいこの3つ全部行きたくなりますよ、ね、よろしくお願いします。ご夫婦で中山さん参加されてもいいかもしれない、ね、どうぞどうぞ、ね、ぜひ本当にね、はい、海先生また他にも、はい、あのレッスンもたくさんあるんですよね。あ、はい、うん、初級クラスと沖縄の食クラス、うん、はい、あとメンズクラス、うん、スペシャルクラスっていう風にですね、はい、うん、それぞれ特徴を持たせてクラスを作っています、はい、ね、ぜひ本当にね、まずこの1回の、ね、1日限定のこの、ね、うん、レッスンを受けて、はい、まず雰囲気を味わっていただいて、ね、その次参加されて毎月毎月、ね、うん、いただきたいと思います、はい、先生はあの、住所とあの連絡先とか教えてもらってもいいですか、最後にね。はい、住所は読谷村大湾356番地シナジースクエアの2階にあります。看板の方はカエプロジェクトっていう風にして出てますので、まあ、お料理教室とも書いてますのでどうぞお越しください。電話番号ですか、はい、はい、お願いします。 989-9530 です。はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はこのコーナーね、カエプロジェクトからカエ先生、デイズナカエ先生、ご出演いただきました。先生ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。先生一緒にあのこちらにいていただいても大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ最後は SKS スカイ観光サービスさんのコーナーをお届けいたしますね。はい、SKS スカイ観光サービスからはですね、今日はあの京都のプランをご紹介しようかと思いまして、うん、おいでやす京都ということでですね、はい、こういうですね、川底プランとですね観光タクシープランどっちか選べますよっていうコースですね。いいな。でこれはどこの川底かというと、うん、貴船神社ですね、とあと高尾と2つありまして、うん、まあ、あの川底というとね、こう川の上にこう、うんうん、お食事を取るこう座敷がせり出していて、うん、でこう川のせせらぎとかね、こう清流の風を味わいながら、京都の料理を、いただくというですね、懐石料理ですね、はい、をいただくというコースになっております。で、出発日はこれはですね、川底プランは9月限定になってまして、うん、もうこちらですね時間はないんですけども、このこれ以降はですね、今度は紅葉ですね、うん、9月、まあ、10月になってくると京都紅葉してくるところもあるし、うん、まあ場所場所によってね、標高が高いか低いかとか、あその時の気温によってこの紅葉だいたいいつ頃ですかっていうふうにご質問されるお客さん多いんですが、うん、まあ場所によりますのでね、うん、その時の気象状況はありますから、うん、それはうちまで来ていただいてですね、いつぐらいですかって聞いてもらえればうちのスタッフが調べてご案内しますので、ぜひですね京都の方いかがでしょうかというご案内でございました。はい、電話番号、こちらでございます。はい、スカイ観光サービス 098-921-5400 ですね、こちらまでご連絡いただきましたら、京都の情報もお伝えしますので、ご利用くださいませ。よろしくお願いいたします。おいでやす京都、おいでやす京都、いいですね、はい、ぜひ皆さんね、秋のね旅も満喫していただければと思います。さあこのコーナーは、SKS スカイ観光サービスさん、そしてカエプロジェクトのカエさん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。
さあ、お届けしました曲は山口百恵さんでいい日旅立ちでした。この曲を聴くと旅に行きたい方も出てくるかもしれませんね。思い出に残っている皆さんもいらっしゃるのではないでしょうか。さて最後のコーナーですが、沖縄の観光をお得に楽しむゆくるぽんのコーナーを皆さんにご紹介いたします。さあ今日皆さんにご紹介する内容なんですが、今日は皆さんにね初めてご紹介しますね、スパイマンの工場見学へ行こうということで、工場見学のご紹介が載っていますのでページ38ページ、こちら、ゆくるぽんというのは年に4回発行されているフリーペーパーとなっているんですが、これはね観光客の皆さんももちろんなんですが地元の皆さんにも手に取っていただける、このゆくるぽんクーポンが2種類ついています。このゆくるぽんは毎日誰かがお得にお得なクーポン、そしてですね、いろんな特典などがもらえる、クーポンと2種類ついています。さあ皆さんはこのゆくるぽんに掲載されている、ね、いろんな各ページにいろんなね、お得なサービス、こういったものがねもらえるよっていうそういった詳しい内容なども載っていますのでぜひお手に取ってご覧になられてください。そんな中45ページに FM 読谷が掲載されています。またね新しくゆくるぽんの方が秋号が発行されますのでね、またそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。さあそんな中酸っぱいマンの工場へ行こうということで見学が無料となっています。さあ観光客の皆さんといえば酸っぱいマン、私もねどれだけ買って本土の方にお土産に持って帰ったかと思うぐらいたくさん買いましたけれどもね、小さいサイズからまたねたくさん入った、大袋まで、様々なものがあるんですけれども、2013年の2月に、このスパイマンの工場が完成したそうなんですね。アウトレットモールアシビナチュラサンビーチの近くにできたスパイマンの工場、意外とねレンタカーをご利用になられている皆さんたちは多分ここもしかして通過しているかもしれませんよね。そんな皆さんにぜひ行っていただきたいなと思います。酸っぱいマンの工場見学、少人数なら飛び込みで団体ならウェブ予約がおすすめとなっています。クリーンルーム、水洗浄、味付け、乾燥、それから、工場設備のね、そういったねどういう流れで酸っぱいマンができているのか、そういったものまでねすべて見学することができます。またですね酸っぱいマンラムサワーっていうものがねなんかおすすめらしくて、いろいろな沖縄県内の居酒屋で飲むことができるそうなんです。さあこのね、ラムソーダ、ラムサワーの中に、この酸っぱいマンを入れて、ね、よくあの読谷作版のももさんがね生姜入れたりとかっていうね、いろんなお話飲み方をねご紹介されてますけれどもね、酸っぱいマンラムサワーっていうものがあるらしくて、ソーダにね酸っぱいマンとかライムとかお酒を入れて、飲むととってもね美味しいそうなんですよ。ぜひねこういったものもお試しになってみてください。スパイマンの工場がねできてまだ、そうね年月が経っていないので、逆に、ここで出来たての、美味しいスパイマンを食べてお土産に買ってみてはいかがでしたでしょうか。いかがでしょうか。今日はゆくるぽんの夏号からスパイマン工場をご紹介させていただきました。さあ1時間お届けしてまいりました。スケーススカイ観光サービスによるスカイミュージックツアー、いかがでしたでしょうか。この番組は旅の感動をデザインする SKS スカイ観光サービスの提供でお送りしました。それではエンディングの曲をおかけしながらお別れとなります。それでは皆様、またのご登場をお待ちしています。